さあ皆さん、レノンザワールド暑さに負けず今回も行きますよ。前回に続きまして素敵なゲストでございます。お願いします。ミスティブルーの恵美子です。はい、ミスティブルーの恵美子さんがゲストとなっております。皆さん前回見ていただいたでしょうかね。ねえ、はいね、もう少しでねちょっとするとかあったんですよね。危ないね、本当にね、今回もなんとかこんな感じで、はい、後半までやってまいりました。ミスティブルーの恵美子さんでございます。まあ、前回のねお話のあった通り、ね、今回16年ミスティブルーをやってこられて、はい、そしてアルバムを、はい、なんと16年やってきたしね、はい、びっくりの1枚ね、この、ね、前輩召喚できませんでしたけど、ね、こちらなんてアルバムですか。これはメローギフトというアルバムになっています。メローギフト、はい、どういったメッセージで、メローっていうのは、はい、どんな意味だったかな。ごめんなさい、はい、なんかあのメローナイトっていうね、はい、あの曲が昔あったんですね、あのバラード曲で、うん、でなんかミスティブルーの M と、はい、でまあ、このメローっていうのと、はい、でまあ、ギフトっていうのはまあ才能とか、まあ、プレゼントとかそんな意味があるので、なんかまあ適当につけたんですよね、正直言うと。すいません、ダメかなこれ。16年間やってきた俺には。適当とか言っちゃダメですね。せっかく作ったアルバムがね、まあ、いやいやいや、まあ、いいんですよ。ね、照れ隠しですよね。本当は深いメッセージがあります。そのメッセージが分かりたかったらね、このアルバムをね買って聴けばいいじゃないですかね。そうなんですよ。そこなんですよ。そうですよね。ですからね、まあ、何曲入りですか。これは5曲入ってます。5曲。はい、そうですね。このねギフトということで皆様にね聴いていただきたいですよね。はい。ぜひともお願いします。はい。まあ、大体歌詞のメッセージ的にはどういった感じで皆さんにこう伝えようとしてます。ね、あの私は、メッセージを伝えるというよりは、はい、ちょっとこういろんなあの想像の世界といいますか、ちょっとドラマチックな、まあ、映画のような、なんかそのワンシーンを切り取ったような感じのものを、はい、まあ、意識して、まあ、作ったものもあるし、ちょっと自分の思いがちょっとだけ入ってたりするのもあるしっていう、まあ、そういう風なあの感じで制作してるんですけども。なるほど、はい、そっちですか。そっちなんですよ。ですよね、まあ、歌の中にね、その歌の一曲が一つのストーリーに、ね、はい、があってねっていうパターンでね、使われてる方もたくさんいらっしゃいますもんね、はい、でかそのストーリー性はね、はい、歌詞をねもう何度もねこうね読んでねいただいたりとかね、はい、はい、何度も聞いていただいてね、はい、雰囲気がね毎回なんか変わっていくんですよね。そういったね楽しい、はい、楽しさがね、はい、ある曲だと思うんですけど、はい、あ、そうなんですね。じゃあもうせっかくですから、これはねレノンザワールドね、はい、宮崎で撮ってますけど、はい、世界の皆さんに発信してますから、はい、ね、ミスティブルーの今後の活動予定ありましたら、はい、はい、ぜひとも皆さんにお願いします。今決まっている、まあ、ライブなんですけれども、はい、ミスティブルーは今年はですね、はい、バンドでやるライブが1回しか今なく、なんですか。去年あんなに活動したのに、今年はまだ1回ですか。1回しかちょっとなくって。皆さんお忙しいですね。なのでもうこれだけは、はい、あのぜひとも来ていただきたいと思うんですが、まあ、11月の12日ちょっと秋なんですけども、はい、あの秋の日曜日の日に、はい、京都で、はい、初めてその京都でバンドであのライブをあのしようと思っておりますので。素敵ですね。11月12日京都で、はい、京都で、京都ね、雨の京都で、雨の京都全然秋だっちゅうね。まあ紅葉もね、そろそろ綺麗になってくる頃じゃないかと思うので、素敵ですね。まあ、紅葉を見た後に、はあ、ライブに来ていただけたらいいかななんていう感じで思っているんですけども、はあ、はい、そうですね。じゃあ、まあ、出身はあの大阪ということで、はい、まあ、京都はそんなに離れてないというか。そうですね、まあ、電車ではね、あのすぐに行けるんですけど、はい、まあ、なかなかあの、まあ、神戸も、まあ、近いですし京都も近いですけども、はい、なんかみんなちょっと遠いかなっていうイメージもあったりするっては聞きますけどね。どうなんでしょう。いやいや、もうね大阪の方もね京都の方も見てらっしゃるわけですから、はい、ここはぜひともねもうご近所と思ってね皆さんに足を運んでいただきたいと思います、はい、ね、だって今年初ですよもうね。そうなんです。はい、ね、ですからもう結構ねメンバーも力入りますよね。はい、じゃあもうね11月12日、はい、京都のねなんていうところでしたっけ。セカンドルームスというところで
ね、あります、セカンドルームス、はい、もうぜひともね足を運んでください。僕もね、本当、はい、宮崎じゃなかったらね、いや宮崎でもライブしたいんですけど、なかなかね、メンバー全員で、あ、そうそうですよね、呼んでほしいんですけどね。あ、もう僕はあのスポンサー誰かを待ってます。はい、ね、皆様のねこの曲を聴いていただいて、ぜひとも宮崎に呼びたいと思ったね、宮崎のスポンサーの方々の皆様、レノンさんでライブしたいんです。あ、そうですか、はい、すいません、ありがとうございます。レノンと名前が出た、久しぶりに。レノンさんでお願いします。はい、私もやってますね、バーレノンで、バーレノンでもライブはできますので、はい、ね、ぜひともねミスティブルの皆さんに来ていただくようにね、僕もねお声掛けしていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ぜひともね、じゃこちらのアルバムの方、皆さんねぜひともお買い求めになって、はい、はい、こちらのね11月12日は京都の方でライブの方を楽しんでいただきたいと思います。はい、それではね、ミスティブルこれからも頑張っていきましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、楽しいね、お話ができました。はい、ありがとうございます。今回のゲストはミスティブルーのえみこでした。はい、皆さんもぜひともライブの方に足を運んでください。また次回もお願いします。傷ついた翼を広げ行くぜ。